黒米黒米、または四国米、紫米とは稲の栽培品種のうち玄米の種皮、または果皮の少なくとも一方にアントシアニン系の四国色素を含む品種のことである。中国では紫米、紫餅、黒餅、鳥地餅と呼ばれる。赤米の一種とされる場合もある調理した黒米黒米はぬかにビタミン、リンカルシウムなどのミネラルを含み、 摂取することで、滋養競争作用がもたらされると言われている。また、白米や赤米よりも高い抗酸化機能を持つ。玄米の種皮、または、可比の少なくとも、一方に、アントシアニン系の四国色素を含み、食用米としての黒米は主に可比分に含まれるものを指す。単人系の赤色色素を合わせ持つ品種もあるが、そうしたものは、 見かけの色から黒米に分類されると考えられている。アントシアニンはポリフェノールの一種で、視力増強や肝機能の強化の作用があるとされる。着色の程度は、栽培方法や栽培時の環境によって大きく左右され、高温や乾燥によって着色が悪くなる。また、当熟期間を高温の環境で迎えても着色が悪い。稲穂の色は、 出水会過後1内市2週間が最も美しいとされる。吸費力が強い、気候の変化などの環境変化に強い、棚田などの環境不良田であっても育成が比較的容易といった特徴がある。一方、竹が長く倒れやすい、収量が少ないなどの難点も有している。また、普通品種や赤米に比べて室温に長期間保存した場合の発芽率が高いことから、貯蔵性、 保存性が低いとされる。用途としては酒、うどん、そば餅、菓子、パンなどの食品に加工されるほか、染色にも用いられ、わらは、リースや、しめ縄、ドライフラワーなどに加工される。酒については、赤米をはじめとする夕食米を使って着色酒を製造する方法が1980年代に日本で考案され、特許を取得している。また、 東京農業大学の門倉俊森らは蒸した玄米を酸素剤により糖化し乳酸を加え酵母を加えて発酵させる方法により黒米を原料とする赤色のライスワインを作ることに成功した黒米の稲穂中国では紫米、紫餅、黒餅、鳥地餅などと呼ばれ古くから栽培されてきた酒に加工されたほか、漢方薬や サンプの栄養食品としても用いられた。バリ島では古くから在来種が栽培されており、ミャンマータイマレーシアカンボジアラオスベトナムフィリピン、台湾、ネパールなどでも栽培されている。東南アジアでは吸水させた黒米を石臼ですりつぶし、ヤシ糖とココナッツミルクを加えて鍋で炊いたケーキや竹筒の中に黒米と水、または ココナッツミルクを入れて焼いた飯が作られている。日本では1989年以降進められた農林水産省によるプロジェクト研究スーパーライス計画により品種改良が進められた。この他に中国などで育成された半改良種があるが脱流性が大きく収量が低いという欠点がある。ありがとうございます。